はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム、イフ、白夜王国編。では第27章ですね、やっていきたいと思います。もうアンヤ王ガロンとの決戦か。結構早かったな。まあマークス兄さんもこの前倒しましたからね。もう敵はガロンしか残ってないのかな。27章、アンヤ王ガロン。数々の悲しみに打ち勝ち、数々の苦しみを乗り越えて、ミカミックスたちはついにアンヤ王ガロンのもとにたどり着く。最後の戦いが今始まる。もう最終章かこれ。27章で終わりか。スパロボの半分くらいって言ったところかな。確かに主人公とか龍馬ももうレベルマックスだしな。まあなんかエターナルプルーフだっけ、あれ使えば上限が上がるみたいだけど。ここかガロン。こいつずっとここに座ってたのかな何にもせず来なかったらどうするつもりだったんだわあ、こいつももう頭おかしいよ。まあそんな感じだったからな。うお、すげえ、マジすげえこいつ勝てる気がしない。歓迎してやろう我が子よ。その力はどこで手に入れたんだお前。虹の賢者っていうレベルじゃないぞ。斧みたいな武器か。久しいなミカミックス。城の外にも出たことのなかったお前が立派になって戻ったものだ。心にもない言葉などかけてもらわなくて構わない。僕はお前を王座から引きずり下ろすために来たんだ。お前の起こした戦争でどれだけの血が流れたかわからない。お前の実のこの子であるマークス兄さんもエリーゼもこの戦で死んでしまった。マークスとエリーゼが死んだか。優秀な駒を失って残念に思うぞ。なんだって、実の子を失ったのにそんな感情しか湧かないのか。お前に悲しいという気持ちはないのか。愚かな、なぜ悲しむ必要がある。わしの血を継いでいようと駒は駒だ。わしにとってはそれ以上でもそれ以下でもない。ガロン、マークス兄さんもエリーゼもお前のことを思って戦っていたのに、最後までお前を救おうとしていたのに。許さない、お前だけは許さない。おりゃ、くらえ。そんな、刀が通らない。無駄だ。そのような生蔵ではわしに傷一つつけることもできん。威勢だけはいいようだが、それでは戦に勝つことなどできぬぞ。うわ。てか主人公やられてばっかだなさっきからミカミックス大丈夫だよ。うわマジで全然大丈夫そうじゃないんだけど、さっきの切られ方。そうマークス兄さんにもめっちゃ切られて、こいつタフだな。こんなのかすり傷だ、直撃してただろう今今から私の歌でガロン王の動きを封じるわ。あなたはその間にヤツを攻撃して。結構悠長だなやりとりが。そうはさせぬぞ一瞬でワープされたお前見てただけなのかよアクア、待て、少しでも動けばこの娘の首が飛ぶ。命が惜しければ我がアンヤ王国に投降せよ言うことを聞く必要はないわ。私に構わず攻撃して。まさか、そんなことできるわけないよ。ミカミックスの言う通りだガロン王、俺がお前の望みを聞こう。だからアクアを話してやってくれ。そうすれば歌の力は使わない。白夜王国もアンヤ王国に歩み寄ると約束しよう。なかなか賢い選択だ。だがこいつを話すことはできん。わしの望みは白夜王国の投降、アンヤ王国による白夜の支配だ。それ以外は認めぬ。魔法も使えるのかこいつ、万能キャラだな。兄さん危ないぞ。ミカミックス
お前まで殺される。お前までって、別に誰も殺されてないよまだ。でもこのままじゃアクアも龍馬兄さんも、僕はもう誰も死なせたくない。これ以上誰かが死ぬところなんて見たくないのに。スーパーサイヤ人になればいいんだよ。だからではどうする？おとなしく刀を捨て投降するか、それともわしに歯向かって仲間を見殺しにするか。どうしてだ、どうしてこの刀じゃあいつを倒せないんだ。僕はもっと力が欲しい。なんか力に飲まれてるようなやつのセリフだな。これ以上誰も死なせやしない力が、みんなを守れる力が。ミカミックス、俺も同じだ。俺にもっと力があれば、そうしたら悪夜や皆を助けてやれるのに。こいつらみんな力に溺れてんな。お、なんだこいつの刀が光り出したぞ。何？雷神刀が？この光は同じだ。僕の風神弓の力がミカミックス兄さんの宿の神につながった時の光と、まさか龍馬兄さんの雷神刀も。うわぁ、なんでやられたんだ。ミカミックス、ようやくここでもう一段進化か。これでもまだ穴2つしか埋まってないよね。この刀は俺の雷神刀の力がミカミックスの刀とつながった体に力が流れ込んでくる。匠の風神弓と龍馬兄さんの雷神刀の力が、これが虹の賢者様の言っていた炎の紋章をつなげた力。宿の神白夜、白夜を入手した。おお、なんだと、宿の神白夜だと。ふん、忌々しい名だ。だが少しばかりの力を得たところでこのわしにはかなわん。いや、それはどうかな。せいやー、なに、よし、こっちだアクア。もう喋り方がすげえゆったりしてんな。こしゃくな真似を少し手加減してやれば図に乗りよって。いいだろう、ここからは本気で相手をしてやろう。お前たちは全員この暗夜の闇に散らせてくれるわ。そうはさせない。白夜の名を持つこの刀でならこの世界の闇を晴らせる。これ以上争いを生まないためにも、ガロン王、お前はここで撃つ。ん、戦闘か。とりあえずちょっと見てみよう白夜。これか。あー、威力上がってるな確かに。 OKOK、 とりあえず配置としてはいるいる、まあいつもの先発メンバーかな。そうするとここまでか。そうだな、よし、これでいこう。敵衝撃か、やつを倒すというか。まずこのジェネラル、こっちはバーサーか。やはり少し待った方がいいかな。敵結構いっぱいいるな。ダークロードレベル40、ベルベルク、変なものだな。まあ、まず正面のやつを、そうそう、魔法がいいかなやっぱり。うん、倒せるな。これこっちの方が強いんじゃないか。あ、クリティカルが出た。毎回毎回おなじみの簡易戦闘が始まった。魔の達人、よいしょと。こいつらどこまで来れる。あ、そこそこだな。一歩ずつ前進する感じでいくか。なるべくな、死人は出したくないからな。お、小判。そう、こいつのスキルね、超強いんですよ。小判持ってる時にダメージプラス10、受けるダメージマイナス10とかマジで無双ができる。と、来るか、来た、よしよしよし。さてさてさて、誰で倒すかな。こいつらはもうレベルマックスだからな。おー、きつねーな、弱いな。こいつもレベルマックス。
バサラ、こいつで攻撃するか。いくぜ。お、破天、破天ってなんだっけ。なんか強い。うわ、マジかよ、クリティカルが出た。そう、このゲームね、クリティカル出されると超きついんすよね。ダメージ3倍なんで、もう絶対死ぬっていう。マジか、遊戯にいきなりやられた。これはショックだ。再造ようやく12。もうレベルがどうとか言ってらんないな。倒せるやつから倒していく。それでいこう。くらえ。見事だった。で、ちょっともう一旦待つか。来た。スレンドスピア。射程2か。無駄だな。すげえな。ほら、オッケーオッケー。負けられんからな。ん、こいつは倒せるか。引いて。天魔武者やっぱり弱えな。やっぱり弱いキャラと強キャラの差が激しい。回復はさせないとな。巧みこいつ前線に出すのちょっと危険だな。よし、倒せる。くらい。お、ドラゴンだ、かっこいい。そうか、まじないはあれなのか、武器によってあのエフェクトが変わるんだな。ちょっとフェリシアで隠すとか。夏祭り9個か。ウォーチとか狙われると多分死ぬからな。うーん、ちょっとだいぶ下げとこう。アクアもちょっと下げとこう。こいつの機動力が半端ねえな。マジ何なんだボーナイトとか言って。誰もやってくれ。こいつから弱いもんな。行きましょう。ここまでか。まあこいつは戦力として役に立たないからな。こいつもあんまり役に立たないからな。厄介そうな相手だ。回避率が高い。壁として役に立ってくれた。じゃあこのボウナイトをおぼろで倒せるかな。全然無理だな。モズメはちょっと取っときたいから。よし、これ出そう。どうしましょう。よしよしよし、滅ぼしてやる。おお、なかなかかっこいいな。クリティカル下げられた。ボーナイトいけるかな。いけない。ヨーク、お、倒せる。いくぜ。オーケーオーケー。何レベルだこいつ。6かよ。で、もうちょっとだけ前線を押し上げるか。3マスくらいで、やっぱ硬いやつらを前に置こう。カンナ一応魔法キャラだからな。おお、小判ゲット。攻撃して小判をゲットしたいけど、本来だったら。オロチここら辺か。まあ、匠は機動力が半端ないからな。どっからでも応援に駆けつけられる。こいつも来たか。信じて。20くらか。うわ、復讐なんだよ、それ。あれ、なんだ。何が起こったんだ。ダメージは増えてないぞ。23か。大体これ2人から強襲されたら死ぬな。そう思った方がいい。なんで倒せるやつは倒せねえし。マジか。倒せる。とりあえず倒すことを優先にしよう。くらえ。経験値の画面にすらならない。いや、この髪の力
立ち向かえ。お、かっこいい。しかも月光が出た。月光ってなんだっけ、パカラパカラって言ったっけ。月光クリティカル。娘さんどう？いいね。さあ来い。無駄無駄。レベルアップ。こいつも20に近づいてきたな。魔法の叫び。あーこれか、いらない。回復させよう。よしよしよし。でサイラスここに置いて、あとはまた町の体制でいくか。射程さんの弓はやっぱねちょっと弱いな、攻撃力が。この狐いらないな。狐と才蔵がちょっと今レベルがだいぶ低いから。狙ってきたか。 38% かせるか、かせない。うおー、馬系やっぱり移動力がすごい。何かが避けられた。よしよし、ちょびちょび回復していくな。ドラゴンマスターってことはこれ弓で一緒、匠でぶっ倒す。55とか超強い。僕だって強いんだ。あーとうとうマックスになったこいつも。しかも最後幸運1って。魔法には魔法の方がいいのかな。援護攻撃が超強いんだけど、30とか傑作じゃったぞ。異常だな。あ、龍馬異常だよなこれ攻撃力。緩和してくれ。 58% 痛い。でこいつらが近づいてきたから次のターンで始末するか。よし、ミカミックスとかはもうだいぶ回復してきたな。で龍馬をこの真ん中のところに置いて、えらい硬い。無駄。経験値もったいないな。でもまあ今は経験値より敵の殲滅が優先だから。龍突くらえ。うまくいったね。でこいつもドラゴンマスターだから匠でいけるっしょ。くらえ。ザコが回復回復。よしレベルアップ37。え、何も分かんなかったの今。そんなことがあるのか、ひどいな。で娘ね意外に強いんすよ、結構攻撃力高い。しかも魔法キャラだから結構ね重要なキャラっすね。今までオロチしかいなかったけど、要所要所で役立ってくれる。一応歌っとくか。歌うとステータスが上がるからな、特別な歌みたいなやつで。おぼろがちょっと戦力からだいぶ外れてきたな。容赦などいらない。容赦してくれよ。容赦はいるよ。やばい。待っていたぞ。おお。さてさてさて、またこいつらを殲滅するか。やっぱ飛んでるやつには弓と特攻は強いな。やられるとだいぶきついけど、やる分にはだいぶ強い。あとこいつをどうしようかな。防ナイト、こいつ倒そう。容赦などいらない。さて行くぜ。くらう。
助かったよ。で19レベルか。みんなレベルマックスに近づいてきたな。技の叫び、技が上がるのか。結構いいな。どうしよう、なんかいらないやつあるかな。しぶとい心とか、いらないな。でアクアで復活させて、これで応援技がアップ。まああんまり意味ねえけど、結局匠だからな。でこいつを誰で倒そうかな。娘で倒すか。準備はいい？お、もやこペア外れてなかったか、上の方にだいぶそれてた気がするんだけど。でアクアを近くに置いて回復と。ん、こいつらは動かないのかな。少しだけ前線を押し上げよう。またこのペアで攻撃できるペアでいきたいよな。なるべく機動力のあるやつをちょっと上に持ってくるか。娘さんもね結構機動力がある。ストラテジストだっけ。こいつは射程さんから攻撃できるから、もう錦とかいらないな。こいつは回復役として役立つから。来たか。だが返り討ちだなこれは。無駄無駄。いい相手だった。この経験値の画面が悲しすぎる。俺も遠距離攻撃はできるんだよ。かわしたくない。高いかさすがに。大丈夫だ。いた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 。危ない危ない。お、ガロンメイドをつけている。ガロンお付きのメイドか。レベル20。さてじゃあこいつをどうしようかな。魔法かな。そうすると魔法で貫通させるか。大丈夫しよう、死ぬけど。お前が一発で倒せば問題はないと。かたじけないの。 OK OK。 何レベルこいつ。あでも16あんのか。上がりがいまいちだったけど。で娘さんで行くか。親子ペア。よしよしよし。勝てたね。あとこいつらは？なんだ、全然攻め込んでこないか。一旦じゃあちょっと回復を交えつつまた前線を押し上げる感じかな。来ないよね。この危険領域みたいなのが見てなければ来ないってことだから。じゃあちょっと攻撃できる位置まで行くか。で主人公で一応ガロンを攻撃したいからここら辺に置いて、でこの配置で行こう。サイラスここで、こいつはここ。なんか全員持ってく必要はなさそうだけど、なんとなくまあやっとくべきだよな。モズメちょっと最終兵器だったけど結局全然使わなかったな。何レベルだっけモズメ。18か。まあ次メイドをぶっ倒すのに使いますか。せっかくなんでモズメの力を披露したい。ちょうど攻撃できるし。53、デフォルトで53当たる。お大臣オーバー。超強え。さてあとガロンだな。ヒットポイント68あるのか。ちょっとモズメを投入しよう。ここはマジでヒットポイント上がんないな。かうん、だいぶ減らせられる。死なないけど強い。お前などではこのガ
間違えた、アイアオガロンに勝つことはできぬ。そうかな、くらい、いたたたたたた、19レベル、弓の達人、やったね。どうしようかな、もう両成長いらないかな。そうするとだいぶ成長したからな。なんだ、なんかが発動したぞ。そして最後は俺で倒せるな。終わりだガロン。あっは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 、愚か者め、貴様ごときがこのわしにアンヤ王ガロンに何ができるというのだ。身の程を知るがいい。結構ハーハー言ってるけどねガロン。はぁはぁはぁみたいな。お前を倒すことはできる。そうすることでしかこの戦争は終わらない。これは戦いを終わらせるための最後の戦いだ。俺たちがソレスタルビーイングだ。諦めない、この月光で世界を照らす。バカ、いけなかったな。グー、倒した。手下を一人残して倒した。投降するんだ。南極条約には乗っ取ってやろう。考慮の扱いは。勝負あったね。アンヤ王ガロン、この戦いは白夜王国の勝利だ。これでついに両国の間に平和が。うお、あんまり迫力はないな。なんだ、ドラゴンになった。甘いなミカミックスよ。何、どうした、なぜそんなに驚いている。そんな、その姿は一体。わしもお前と同じなのだよミカミックス。竜の血を濃く受け継ぎ、その身を竜へと変化させられる。それもお前のようなひ弱な竜とは比べ物にならぬほどの力のな。だから言ったであろう、お前たちはわしにかなわぬと。今のわしには怖いものなど何一つありはしない。お前の刀もこうしてくれる。まさか壊された。ミカミックス、あ、刀が壊れちゃった。ヤトの神が、まさかそんな。なんと脆い刀よ。それがお前たちの信頼の証か、合わせた力の結晶か。白夜の名を冠する人痘の力、どのようなものかと思っていたが、このわしの力で砕ける程度のおもちゃではないか。こんなことって、これじゃ僕はもう。大丈夫だミカミックス、ヤトの神がなくともまだ俺の雷神刀がある。僕もいるよ。僕の風神弓だって。そんなおもちゃではわしを倒せぬと言っておろうが。これなんでみんな武器を狙うんだ。弓壊れてなくね。龍馬兄さん、匠、終わりだなミカミックス。そろそろお前たちの相手も空いた。次で全員息の根を止めてやろう。ダメだ、みんなは僕が守ってみせる。やめるんだガロン王。今さらそんな言葉かよ。おお、 AT フィールド、ああ、全然 AT フィールド貫通させられたよ。ミカミックス、龍馬兄さん、怪我はない。なんてことを。あいつの攻撃から俺たちをかばうなど。そんなことをしたらお前は。心配性だね兄さん。大丈夫だよ、僕はまだ戦えない。なミカミックス、やられたか。あれ、最後になってる。終章、闇の去りゆく時。マジか、これで終わりか。死んだけど、なんか結構物語的に解明してない謎とか多い気がするんだけど。
アクアの歌とかそもそも何なのっていう感じだし、ここは真っ暗で何も見えない、それにとても眠い。死んだってことだよ。だからあれ、死んでるやつらが迎えに来た。朝ですよ、ミカミックス様。フローラ、あれ、じゃあここって僕の部屋なのか。はい、本日は朝の訓練の日ですね。乗馬のための馬の準備もできておりますよ。リリス、そうか、今日は訓練の日か。でもまだ眠気が。あら、まだ眠いのですか、ミカミックス様。そうですか。では、起こして差し上げ。いえ、やめておきましょう。あなたがここでそれを選ぶのなら、誰も邪魔をすべきではありません。なんだよ、フローラ。なんか調子狂うな。いつもはフェリシアと二人で、とんでもない霊気を浴びさせてくるのに。そういえば、フェリシアとジョーカーは珍しく姿が見えないね。まあ、まだ死んでないかな、あいつらは。ん？フローラ？なんだ、首がやたら動いたぞ。お兄ちゃん。うお、また死人が出てきた。まだ寝てたの？お前というやつは。あまり進化に迷惑をかけるなよ。マークス兄さん、エリーゼ。ごめんごめん、なんだか今日はすごく眠くてさ。うん、そんなことじゃずっとここから出られないよ。それでも仕方ないよ、今までだって出られた試しなんてないし。僕はみんながいてくれたらそれで幸せだよ。たとえここから一生出られなくたって構わないさ。本当にそれでいいの、ミカミックスお兄ちゃん。それがお兄ちゃんの本当に望んでいることなの？エリーゼ？もちろんだよ、父上だってきっとそれを望んでいらっしゃる。いいか、ミカミックス、よく聞け。父上は、ガロン王はお前の父だったか。お前何言ってんだ。父上はお前の父だったか。マークス兄さん、何を言ってるんだ。ガロン王は僕の父上だ。僕にこの城や家臣を与えてくれて、僕をここまで育ててくれて、それであの日僕に魔剣を持たせて。そうだ、俺ははめられたんだあいつに。そうだ、違う、ガロン王は、あいつは僕の敵だ。それに僕はさっきガロン王からみんなをかばって。思い出したか、ミガミックス兄さん。じゃあここはもしかして僕はさっきの攻撃で死んでしまったのか。いや、まだ間に合う。もしお前がもう一度戦うことを選ぶのなら、もう一度立ち上がるのなら、あの場所に戻れる。どうやってだよ。お前の仲間たちと同じ場所に。僕の仲間と。ミカミックスは死んだ。もう諦めろ、お前たちの負けだとな。諦めるものか。ミカミックスはきっと帰ってくる。負けたりしないわ。ミカミックスはあなたの攻撃なんかで死ぬわけがない。煩わしい奴らめ、往生際が悪いわ。死人が一人増えたか、二人増えたか。まさか今の声は龍馬兄さんとアクア、みんな戦っているのか、ガロン王と。ああ、そうだ、みんな戦っているんだ。お前が戻ってくることを信じて、お前が立ち上がることを信じて戦っている。そんな、俺は戻るぜ。声を聞かせて。ダメよミカミックス、死んではダメ。もう一度目を開けて、もう一度声を聞かせて。そばにいます。目が覚めるまでどんな攻撃が来ても守ってみせます。絶対勝てます。私のご主人様が死ぬわけありません。あなたはとっても強いんです、誰よりも。てか普通にメイドのセリフだな。奥さんのセリフではない。死んだなんて嘘やんな。あたいは戻ってくるって信じてるで。農民のくせに慣れ慣れしい。わらわのまじないが正しければミカミックス様は死なぬ、必ず目を覚ます。しっかりしろ。お前は俺の声も届かないほど遠くに行ってしまったのか。もともとお前の声なんて知らねえよ。しっかりしなよ。何の冗談だよ、早く起きなよ。あんたはここで死ぬようなやつじゃないだろう。死なないでくれ。ミカミックス様が俺を信じてくれたように、俺もあんたが戻ってくることを信じている。
おお、そうだな、子供を置いていくのはちょっとひどいよな。お父さん、私を置いていかないで、いい子にするからずっとそばにいてよ。仕方ないやつだ。ミカミックス、起きろ。このままで終わるなど許さない。なんて態度のでかいやつなんだ。先ほどの声を、あなたの最後にしないで。あんな断末魔、私は聞きたくありませんわ。死んじゃダメよ。そんなボロボロの格好で終わるだなんて許しませんからね。ミカミックス、お願いだ、目を覚ませ。もう二度と遠いところに行かないでくれ。ひどいよ。死んじゃダメだよミカミックス。まだ君への恩は全然返しきれてないのに。なんか恩を売るようなことしたっけ俺あいつに。ここに来るまでは完璧な道のりじゃなかった。でも最後は完璧に勝ってみせよう、一緒に。お前役に立たないからな。とりあえずどういうキャラが選ばれたんだ今の会話には。みんな戻らないと。僕はみんなと一緒に戦わないと。こいつ戻ったところでさ、さっきすぐやられたじゃん。行くのですかミカミックス様。うん、ごめん、僕やっぱり行かなくちゃ。このままみんなとずっと一緒にいたいけど、僕にはまだやらなければならないことがあるから。そうですか。立派になられましたね。あなたはもう自分の力で起き上がれる強さを持っている。どんなに冷たい現実にも凍えないで立ち向かっていく姿、ここからずっと見守っています。ありがとうフローラ。最後にもう一度僕を眠りから覚ましてくれて。君がいたから僕は闇に凍えずに光へと向かうことができた。これさ、お前浮気者だな。フェリシアに言えよフェリシアに。ミカミックス様、私はいつもあなたを思っています。もう戻れない。懐かしい肩の上や頭を撫でてくれた手のぬくもり、全部覚えています。もし寂しくなったら私を思い出してください。私はきっとまたいつものようにあなたのそばにいますから。うん、これからも何度でもそばにいてくれ。僕はいつまでも忘れたりしないから。君のぬくもりも優しさもその勇気も。じゃあな。お兄ちゃん、いってらっしゃいミカミックスお兄ちゃん。私ね、今でも一番ミカミックスお兄ちゃんのことが好きだよ。今なら言えるの、最後まで無事でいてって。平和な世界をみんなで生きてって。レオンお兄ちゃんとカミラお姉ちゃんをよろしくね。また喧嘩なんかしたら許さないよ。ふふ。今度こそ約束する。兄弟みんなでずっと仲良しでいるよ。僕もお前が大好きだった、エリーゼ。マークス、お前の剣が欲しい。とりあえず私はジークフリートをよこせ。私たちの時間はもう動くことはない。だがお前はこれからいくらだって前に進める。いくらだって私たちを超えていける。未来を生きてくれ、私たちの代わりに。さあ行ってこい。行ってこい。愛する私の弟ミカミックス。行ってきます。これから僕が進む道はあなたにだけは誇れるものでありたい。僕はいつかあなたを超えてみせます、マークス兄さん。だからジークフリートよこせって。何なんだよ。みんなありがとう。なんでこんなとこに立ってんだこいつ。いつかまたこの道の行く末が重なるときに、きっともう一度会おう。僕は戻るんだ、みんなの元へ。もう諦めちゃいけない、迷ったりしちゃいけない。僕はまだこんなものじゃない。お願いだ八頭の神、もう一度だけ力を貸してくれ。おお、すげえ、どっから取り出したんだ。最終進化か。なんだこの光は。よかった、答えてくれたんだね、僕の八頭の神。ミカミックス、みんな、ミカミックスが、うん、ごめんみんな、僕はもう大丈夫だ。マークス兄さんやエリーゼたちが
僕をここまで導いてくれた。今からは僕もみんなと一緒に戦う。よかったミカミックス。兄さんは僕たちに心配ばっかりさせて、目を覚まさなかったらどうしようかと思いました。あれ、結局穴二つ埋まってなくね。一応雇の神は復活したけど死に損ないが、再びおもちゃを振り回したところで結果は同じだ。こんなもの先ほどと同じように粉々にしてくれる。やばい、壊されるぞ。よけろー。龍馬微動だにしないな。明らかに食らってただろ。何、折れたりしない。この刀はもう折れないよガロン王。僕がみんなを信じる気持ちは、みんなが僕を信じてくれた気持ちは、もう二度とお前なんかに壊されはしない。こしゃくな。僕は選んだお前と戦うこの道を。だから何度その道をねじ曲げようと、最後にはお前のもとにたどり着く。僕は信じているんだ、この道の先が平和につながっていることを。何度だって立ち向かってみせる、この折れない刀と心で。感じだな。ならお前が諦めるまで何度も何度も絶望させてやるのみ。刀が折れるのが先か、お前が折れるのが先か、見ものだなミカミックス。さあ行くよ。もう諦めない、もう迷わない。覚悟しろガロン王、今度こそお前を倒す。これが僕たちの最後の戦いだ。最終決戦。おお、セーブはできねえし。ユニットは、下のやつらちょっといらないけどな。とりあえず出しとくか、出すだけ。もう主力キャラでガンガン押していこう、ここは。一応巻くみようっと。おお、こいつがいる。ゴーレムがいる。てか、どこに？こいつか。78、すげえヒットポイントあんな。これ何？召喚湯か。てかこの一般兵とかさ、あんなドラゴンの姿見てどう思ってんだろうな。ガロン王様が竜になったみたいな。こんなゴーレムいるし、こんなゴーレム聞いてないぞ。これ下と上でちょっと分かれてるか。あ、でもここから行けるか。真ん中は自分前にいるな。まあとりあえずこのまま行くか。いい、私に歌を歌わせて。そうすればこの戦況が少しは楽になるかもしれないわ。アクア、大丈夫よ。それにダメとは言わせないわ。前に言ったでしょ、これが私の役目だと。ガロン王を倒すためにこの力を使うって。そうだったね。ねえ、あの時の約束覚えてる？ん？約束？うん。消えたりしないって約束だよ。あの言葉信じているから。ええ。あの約束破るつもりはないわ。あなたが信じてくれるなら、私は何度だってあなたに誓う。私は絶対に消えたりしない。そっか。それを聞いて安心したよアクア。じゃあお願いするよ。初めてね。あなた。私に歌ってっていうの初めてね。少しだけ嬉しいわ。今までは怖くて言えなかったよそんなこと。約束だってしてなかったし。そうね、分かってるわ。ごめんなさいこんな時に。それじゃあ行くわよ。ぐ、あの小娘、歌の力を。これでは思うように動けぬ。だがこのような悪あがきをしたところでお前たちがわしにかなうはずがない。ハイドラ神よ、もっとわしに力を与えるのだ。突然新しい単語が出てきたぞ。なんだハイドラ神って。あったっけ。もういいや、こいつぶっ倒すことね。すべてを注ごう。え、何これ、ちょっと待って、おびき寄せるか、来るのか。そもそもやっぱり周りちょっと倒しておいた方がいいのかな。これなんだ、龍脈、死の床に変え毎ターンアンヤ龍が一ポイント吸収って。敵のためじゃねえか。とりあえずやっぱ狙っていった方が良さそうだから
倒しつつ行くか。武器の相性が悪いです、しょうがない。排除できるやつは排除しとこう。サイラスもここから行くか。援護してあげるよ。食えない、悪く思わないでくれ。オーケーオーケー。どうしようかな。来るのかこいつ、そもそもこっちの方に。一応ちょっとなんか射程内的なのに入ってるからな。左のやつを殲滅させよう、まずは。普通に攻撃したらどうなる、倒せるな。くらえ。僕は選んだ。お前を倒すこと。あとは射程さんからちょっと減らしといて。僕は本気だ。ソラ、おりゃ。バーサーカーすっげえヒットポイントあんな。よし倒せる、当たればだけど。運が悪いね。こらえ。オッケーオッケー。おやすみなさい。永遠に眠っていろ。こいつどうしよう、あんまり活躍の場がない気がする。モズメ小判が2つしかない。てか龍馬を前線に出そう。ここ大丈夫だよね、食らわないよね。あのアーマーナイトみたいな人が来そうだけど。サイゾウもこっち、メイドはここか。おお来た。でもまあ自由だったらなんとかなるか。はい、たたたたた、しょうがない。 71% か、かわせればかわしたいけど無理か。回復役だからな、さくらは重要な。大丈夫、いてててててて、まあ、壁としては。うおー、そうだこいつすげえ射程持ってるんだった。 43% いって食らったか。狙ってくるな、これ食らったら死ぬ。毎回こいつ速攻で散ってくな。死んだか。ここまでか。お前は盾役として頑張ったよ。さくらよ、敵がお前も死なせたくはない。よしよしよし。死ぬかこれ。マジかよ、クリティカル出やがった。ふざけんな。夕霧も最近死ぬな。これはさくらも死ぬ可能性がある。うおー、魔法カウンター。よし、どこ見てる。めっちゃ来るなこいつら、最初のターンから。ちょっとガロンのとこやっぱ行こう。攻撃をしつつ行くか。来ない。おりゃ結構。よし。で、こいつは無理だな。一応倒せないな。まあ攻撃を食らわないから。頑張ります。頑張れ。ダメです。でちょっと雑魚キャラをこっちに回すか。雑魚キャラがいないけど。頼むぞ龍馬無双。もうお前とミカミックスの力だけでガロンを倒す。すまぬ。いけるはずだ。こいつちょっとダメか。ここだな。できる限りのことはする。くらいなよ。勝てたみたいね。レベルアップ。こいつまだ一桁でしょ多分。ほらね。
で、さくらはちょっとやっぱり回復しておきたいから、秋じゃなくて、あれ夏、そうか、自分は回復できないんだ。いまだにそんなこと言ってんのか俺はって感じだけど、いいや、もうガンガン行こう。持ち物、傷薬って回復させとこう。ちょっと匠持ちって一応向かうか。こいつはここでいいや。でなるべくだったらこいつらで倒したい、ここの舞台は。フェリシアは一応倒せんな。手裏剣、私の方が敏腕メイドだ。さあ切られた。カンナで、まあこっち食らわないか、こっちでしょう。お、これも親子ペアだ。女の親子ペア。サイゾーだな。ちょっとこいつも壁になってもらおうか。ほい、おお、超経験値くれた。13レベルだと、こいつか、オロチでいけるかな。いけるな、減るけど、先手必勝でいけば怖くはない。おお、すげえ経験値もらんな、本当に。でも17だよ。ホラガイがある。ホラガイ使おうかな。ちょっと使おう。回復がちょっと優先。夏祭りでヘリシアと。これで全員動いちゃったか。あ、いた、モズメがいた、モズメが。私頑張るわ。反撃できないか、弓だからな。こいつな、マジとんでもねえ射程だからな。22か、2回食らったら死ぬな。かわせ、かわせなかったか。こいつも攻撃してくるよ、やばい。 66% か。かわせるか、死んだか。さらばだ。これはもうちょっと早急にガロンを撃つしかない。だいたい 60% 前後だな。そして絶対食らう。そろそろ一回買わせてもいいと思うんだけど。さくら回復よし。まずモズメを投入する。ここか。うわ、超強い、モズメちゃん。どこまで減らすんだこいつ。何度やっても結果は同じ。お前たちはわしに負けるためにこの道を選んだ。ここで死ぬのが運命なのだ。そうかな。この戦闘予測を見てもそんなことが言えるかな。おお、だが、あれ、もしや倒しちゃう、これもしや倒しちゃう。くらえ、倒せなかったか。そんな都合は良くなかったな。16、主人公を投入しよう。いけるか主人公。あ、いけた。さて終わりだ。お前の人生も、僕は選んだ。お前を倒すことを。弱かったな、バカな。わしの体が、わしの野望が、認めん、認めんぞ。ガッガー。結局こいつは何だったんだ。おお、ミカミックス、やはりもっと早く殺しておくべきだったな。あの日お前をアンヤへと連れ去った、あの時に。なぜそうしなかったんだい、ガロン王。いえ父上。ああ、知れたこと
策のためだ。お前を信用させ女王巫女を殺す策だが、今は安らいだ心地だ。こんな気持ちになるのはいつ以来か。もしかしたらわしは望んでいたのかもしれんな、この結末を。ずっと身が滅び意志をなくしたあの時より消えてった。水になった。蒸発したのか。さっきの言葉は一体、ガロン王はもう死んでいたというのか。だとしたら僕の知る彼は本当のガロン王だったんだろうか。結局わかんないの。終わったのね。これで私たち平和な時代を。奥をバタってなるよ。ほら、アクア、どうしたんだアクア。体が消えかかって。まさかアクア。ごめんなさい。メカミックス、消えたりしないって言ったのに、あの約束守れそうにないわ。そんな、いやだ、死なないでくれ。僕だって君に約束したんだ、君の夢を一緒に叶えるって。君を絶対に消えさせたりなんかしないって。なのに僕が君に力を使わせたから。いいえ、ミカミックス、あなたは何も悪くないわ。あの時あなたが私を信じてくれたこと、とっても嬉しかったんだもの。ねえ、最後に一つだけお願いを聞いてくれる？え？これからはどうか幸せでいて。戦争は終わったわ。これからみんなが幸せに暮らせる平和な世界が訪れる。それこそ私たちが望んでいた世界、この命をかけて成し遂げた世界よ。だからね、ミカミックス。奥は？こいつも蒸発するか。てかこの呪いは何なの。全然わかんないな。おお、蝕まれていく体が。蒸発した。沸点を超えたか。アクア、結局お前は約束を破ってばかりだな。アクア、アクア、こんなことって。分かったよアクア、君の願いはみんなで叶える。君がいつ僕たちのところに来ても幸せだよって言えるように、君はこの戦いで散った者たちに胸を張って誇れるように、この世界でみんなで生きてくよ。だから奥を、いつかまた君の歌声を聞かせてくれ。あんまり他の人たちは物語に干渉してこないな。ではこれより前白夜王国女王巫女様の後を継ぎ、白夜王国第一王子龍馬様が新たなる白夜王としてこの国を治められることになります。即位の証としてこの冠をお受け取りください。確かに新しき王として立派に任を果たし、この国を豊かにすることをここに誓おう。てか冠とかかぶれんのこいつ、これこの頭とさ。ついに国王に即位されたんだね。龍馬兄様、ご立派になられて、私嬉しいです。さくら、感動するのはわかるけどちょっと泣きすぎじゃないかな。だってこの光景を見たら母様もさぞお喜びになるだろうと思って。さくら、そうだな、きっと母様は天国から見守っていらっしゃるぞ。日の香姉さんまで。ちょっと二人ともせめて式が終わるまではこらえて。
せっかくの観艦式なのに王族がそんなに泣いてどうすんだよ。ほら、雪村がこっちを睨んでる。これは後でお説教だね。なるべく短く済むといいね。あ、龍馬兄さんが即位の言葉を述べられるみたいだよ。静かにしないといけませんね。立て、ジオン国国民よ。ありがとう。感じだな。ミラ、今日は俺のために集まってくれてありがとう。先の戦争では全女王御事を失い、民たちにも犠牲を出し、本当に辛い思いをさせてしまった。しかし、あの忌まわしい悲劇は去った。ここにいる英雄たちが力を合わせ、平和な世界を取り戻したんだ。アンヤ王国とも和解し、手を取り合って生きることを約束した。ここにいる者の中にはまだそのことが受け入れられない者もいるかもしれない。しかし、光があれば闇があるように、俺たち両国は一つなんだ。俺たちにはお互いにないものがある。そしてそれを分け合うことができる。陽の光を分け合い、実りを分け合い、その喜びも苦しみも全て分かち合えるような関係を、アンヤ王国との間に築いていきたい。ここにいる港ならそれができると思っている。生きていこう。みんなで前を見て、俺たちの選んだ道を信じて、平和な未来へと歩んでいこう。ここにいるみんなで作っていこう。ジークジオン。龍馬兄さん、ああ、本当にそうだね。僕たちは平和な世界を生きていこう。白夜王国とアンヤ王国で手を取り合って、いつも笑顔で幸せでいよう。先の戦いで散った数えきれないほどの英雄たちのためにも。ミカミックス兄様も泣いていませんか？そんなことないよ。まったく王族のくせに涙もろいな。日の子姉さんがそれを言うかな。本当にそうだよ。うん。ではこれにて宦官の儀を終わりとします。新しき白夜王国と龍馬王国に栄光があらんことを。ジオン公国に栄光あれ。そういう話だったのか。龍馬兄さん、ミカミックス、みんな見てくれていたか。これでやっと母上の後を継げる。まだまだ頼りない王だが、よろしく頼む。頼りないだなんてそんなことないよ。さっきの龍馬兄さん、かっこよかった。まるでずっと王様だったみたいに堂々としてて立派だったよ。そうか。そうだよ、兄さんが反感した時なんか、さくらも日の香姉さんも泣いちゃって大変だったんだから。二人とも大号泣だったわね。突然出てきたな、お前。お前ら何なんだよ。来賓席からも丸見えだった。これなんて読むんだろう。カミラ姉さん、レオン、今日は来てくれてありがとう。別に礼なんか必要ない。アンヤと白夜は恒久的な平和条約が締結されたんだ。王族たる僕たちが来るのは当然のことだろう。ありがとう。だがこの戦争が終わってもまた新たな火種がある。白夜王国とアンヤ公国の間にはまだまだ隔たりはある。戦争が終わって以来いろいろ会えてなかったから、二人が来てくれて嬉しいよ、すごく。でも僕はまだ手放しに仲良くするつもりはないけどね。そうだ、お前らアースノイドなので屈するか。白夜王国に対する警戒はまだ完全には解いていないさ。あらあら、釣れない言い方をするのね。久しぶりにミカミックスに会えるって。昨日からそわそわしていたのはどこの誰だったかしら。カメラ姉さん。でもレオンの言葉には少しだけ賛成。ミカミックス、あなたのことは愛しているわ。でもやっぱりエリーゼとマックスお兄様を救えなかったことは心のどこかに重い気持ちが残っているの。あなたたちは悪くないのだと分かっていても、それでも割り切れない思いがあるの。それは当然だよ。そのことをずっと僕たちが背負っていく。先の戦争で亡くなった者たちのことは決して忘れはしないさ。
俺たちのせいで命を落とした者がいたことは忘れてはいけない。決して償うことはできないが、彼らの分までこの世界を守っていくさ。叶うならこの景色を二人にも見てほしかった。それからアクアにも。そうですね、本当に私ももっとみんなと話がしたかったぞ。二人ともまた泣くのかよ。やめろよ、そんなに泣かれたら。僕もグス、今度は匠まで。もう仕方ないな、みんな。まったく、白夜王国の王族は揃いも揃って涙もろいな。別にそれは構わないけど、僕が即位するときは泣かないでくれよ。即位早々来賓に恥をかかせるのはごめんだからね。こーら、レオン、ごめんなさいね。ミカミックス、レオンたらさっきから失礼なことばかり。いいよ、みんなちゃんとわかってるからさ。それより即位するのはカミラ姉さんじゃないんだね。王位継承権は私が一番上だったのけだけれど、無理を言ってレオンに代わってもらったの。私には国を治めるなんて大きなこととてもできそうにないからそういうことだよ。ま、僕も白夜王国に負けないぐらいのいい国を作ってみせるさ。じゃあ僕たちはいろいろと準備があるから、これで失礼させてもらうよ。そうね、今度はアンヤ王国の観艦式で会いましょうね。またまたね、カミラ姉さん。ネオン、行っちゃったね。そうだな、でもまたすぐに会えるさ。お前たちは兄弟なんだから、きっとこれからはずっと一緒にいられる。よし、ではみんなそろそろ祭りに繰り出すぞ。祭り、なんたって今日は龍馬兄様が即位された記念の日だからな。国中祝いの雰囲気で大盛り上がりだ。民たちも戦争中の憂さを晴らすように祭りを楽しんでいるみたいだぞ。それは楽しみだね。嬉しいです。お祭りなんて久しぶりですから。お前めっちゃ祭り使ってただろ、春とか夏とか僕も久しぶりに羽目を外そうかな。もちろん王族らしく節度は守るけどね。そうだな、屋台でたくさん食べ物を買って母上に備えたいところだな。屋台のもの備えんのかよ、もっといいもの備えろよ。かわいそうだな、母上も。白夜王国のお祭りなんて私初めてです。浮き足だった館からミカミックス様をお守りせねばなりませんねこうやってみんなで騒げるのっていいな。これが平和ってやつなんだな。よし、じゃあ今日はみんなで思いっきり楽しもう。新しい白夜王国とアンヤ王国の始まりをここにいるみんなでお祝いしよう。これからの時間がみんながずっと夢見た平和なんだ。僕たちは信じた道の先にやっとたどり着けたんだね。ありがとう、みんながいてくれて僕は本当に幸せだよ。終わりか。お、なんか歩いてきた。なんもないところに歩いてきたな。本当に国中大盛り上がりだ。まだまだ終わる気配もないし、今のうちに休憩しておこう。なんだよ休憩って。そういえばこの場所どこかで見たことがあると思ったら、ここに来てすぐの時アクアに初めて会った湖だ。懐かしいな、アクア。この歌はなんか不穏な不穏な音楽だぞ。アクア、やっぱりアクアだ。戻ってきてくれたんだね、よかった本当に。アクア、ねえミカミックス、この泉に何が見える？何って、水しか見えないけど。そう、でもね、よく目を凝らすと今まで気づきもしなかった世界が広がっているかもしれないのよ。あ、本当に？ええ、きっとあなたにも見えるわ。しばらく泉から目をそらさないでいて。でもいいから、私の言う通りにして。わかった。ねえアクア、戻ってきてくれて本当に嬉しいよ。こうやって君が隣にいる感じがなんだかすごく懐かしいんだ。思えばこの前の戦いでアクアはいつもそばにいてくれたよね。君がいなかったら僕はとっくに命を落としていたと思う。君は僕にとって。アクア、そんな、さっきのは幻？ありがとうミカミックス、
いつかまたどこかで奥を、またいつか会えたら、その時は。こいつマジ浮気者だな。おい、何なんだ。おいミカミックス、そんなところで何をしているんだ。みんなで屋台を回るのだが、早く来ないと置いていくぞ。そしてこいつはずっと鎧着てるんだな、祭りの時も。待って待って、置いていかないでってば。平和になったんだから鎧くらい脱げばいいのに。おお、そうか、こんなに飛べるのか。一緒にこの空を飛ぶのが夢だった。こんなに飛んでたか。眺めはいかがですか。落ちないでよ兄さん。相変わらずこの鎧を着てんだな。俺が王様だ。お前は眠っていろ。その心は俺たち兄弟が受け継ぐ。はい、決してたやすい道のりではないことは分かっている。だがたとえどんな観覧深紅が降りかかろうと、俺たちは歩んでいける。お前と一緒なら。というところで白夜王国編が終了かな。戦績が出てる。何の戦績が出てくるんだ。無償その手が気づく未来。ターン2 MVP なし。一章アンヤの同胞。ターン6 MVP なし。こんな成績超どうでもいいんだけど。もっとさ、なんか死亡者とかさ、そういうの出してほしいんだけど。ターンと MVP だから、 MVP って何なのって感じなんだけど、なんか役に立ったか。というところで、これはずっとこれが流れる感じかな。27章、27章、28章くらい。とりあえずスタートしてみましょう。カット。おお。これこそ、エンディングのスタッフロールか。これで終わりかな。お、なんだこれ。あと5人サポーター名鑑に登録するユニットを選択できます。あーマフね、多分マフとして使えるんだろうな。5人か、まあ、ここら辺のやつらはいらないとして、これどうしよう、一応自分入れといた方がいいのかな、よくわかんねえな。モズメ入れとくか。あとはアクアとかどうなの。匠、あとは龍馬、一応自分も入れとくか。来い。あと何、あと1人、あと1人か。誰にしようかな。そうするとここら辺になってくると、もうだいぶ戦力は弱くなってくるな。やっぱ上の方から選ぶべきだな。フェリシア、オロチ、サイラス、サイラスにしとこうかな。 OK、 スタート決定。おお、セーブしてる。で一旦終わりか。はい、というところで白夜王国編これで終了でしたね。まあ結構ファイアーエムブレム初めてやりましたけど、むずいっすね。確か難易度ノーマルとかでやってたので、でも戦死者が必ず毎回出たっていう感じですね。じゃあもし次回、アンヤ王国編どうしようかな、やることがあれば、まあ、またやっていきたいと思いますので、白夜王国編はこれで終了したいと思います。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。じゃあ今回はこれで終了します。